三劇の砂漠は1931年公開のアメリカの西部劇映画であるゴールドラッシュ期のアメリカ西部。孤児のビルは育ての親キャッシュに鉱物の採掘にまつわる投資話を持ち込むが、キャッシュはかつての親友で今は不仲のジェフに関係した話と知ると拒否。ビルも感動する。キャッシュは牧畜デザインを成したが、実は土地と水はジェフのものであった。 ジェフの方はビルの投資話に乗り、実際に採掘を開始。順調に進むと思われたが、ある人物の妨害により事業は崩壊。ジェフ宅に居ついたランスが、ジェフの娘メアリーがビルと親しくなったことに不満を抱き、陰謀を巡らしたのだ。ビルはキャッシュに共同経営の話を持ち込む。キャッシュはジェフの土地も自分のものになったと主張。 許可を出した判事は、キャッシュの意向を知らず、ランスから、キャッシュの意向を聞いたジェフはビルを罵倒。しかし鉱山をダイナマイトで爆破し、ジェフの事業を崩壊させたのは、ランス自身であり、すべてを告白したランスは町を追い出される。キャッシュとジェフは、誤解が解けぬまま打ち合うが、間に立ったビルが負傷。冷静さを取り戻した二人は和解し、ビルは、メアリーと結婚した。ありがとうございます。